公用語とは国、州などある集団、共同体内の公の場において用いることを公式に規定した言語を指す。その集団が有する公的機関には義務が課され公的情報を発信するサイトには公用語を用いなければならない。公共言語というように間違いないよう注意。ある国において公用語として複数の言語が定められた場合には、 そのすべての言語を用いて公的情報を国民に伝えなければならない。したがってこの場合、国家の公的機関はすべての公用語を平気し通訳して伝えることになる。これによって指定された複数の言語のうちどれか一つの言語だけを理解する国民に対しても不利益を生じさせないという原則が守られる。一言語集団が大多数を占める国家や、 圧倒的に強い力を持っている国家の場合、公用語を法律で定めていない場合もある。公用語は、一つの共同体内で複数の言語が使用されている場合に、公的な分野において、意思の疎通を円滑にする目的で、憲法や法律などの法規範によって指定されるのが一般的である。これに対し、方言こそあるものの、一つの言語の話者が圧倒的多数の国である場合、 法律で定めるまでもなく、その言語が事実上公用語の役割をしている場合がある。日本における日本語がこれにあたる。圧倒的多数の同一言語話者がいる場合でも、法的な定めを置く例もある。一方、国内に複数の言語の話者がいるにもかかわらず、公用語を正式に指定することなく、政治的、社会的な上層階級の間で話されている言語が、 事実上の公用語になっている場合もある。アメリカ合衆国における英語がこれにあたる。しかし、州レベルでは2004年現在、全50州中27州が法律で英語を公用語と定めている。この中には、英語だけを公用語とする州もあれば、英語と他の一つの言語を公用語とする州もある。なお、連邦最高裁は、 英語だけを公用語と定めていたアリゾナ州の法律について1998年4月に意見判決を下している。国だけでなく国際連合や欧州連合などでも公用語は指定されている。国連の公用語は英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語の6つである。これらは第二次世界大戦のいわゆる戦勝国である。 アメリカ、イギリス、フランス、ソビエト連邦、中国の公用語に多くの国で話されているスペイン語とアラビア語を加えたものである。公用語の指定に関しては様々な基準があるが、一般的にその集団内で使用するものの数が最も多い言語や高度な概念を表現する言語が選ばれる。しかし、政治的に強い権力を持った民族の言語が、 多くの国民の意に反し公用語に指定されることもある。民族と言語は密接に結びつき、しばしば深刻な問題を引き起こすので、複数の言語を公用語に定めている国も多い。英語、フランス語兵器の標識ヨーロッパには複数の公用語を持つ国がある。国全体で2つ以上の公用語が認められている場合もあれば、特定の地方で 国家全体の公用語以外の言語、つまり地方の公用語が定められている場合もある。例えば、ベルギーではフランス語、オランダ語、ドイツ語、スイスではドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語、アイルランドではアイルランド語、英語、フィンランドではフィンランド語、スウェーデン語を公用語としている。スペインでは国全体の公用語であるカスティーリア語の他に実習検証によって、 カタルーニャ語、バスク語、ガリシア語がそれぞれの地方公用語に制定されている。カナダでは英語とフランス語を公用語としている。それぞれの国内ではすべての公用語で情報が行き渡るようになっている。例えば国内で生産されるお菓子の内容表示や道路標識なども複数言語による兵器となっており、教育やマスコミなどにおいてもその使用が保障されている。 アジアアフリカなどの旧植民地国家では、実際の母語話者は極めて少数であるにもかかわらず、旧宗四国の言語が現在も公用語とされていることが多い。これは主に以下のような理由による。このような国では、旧宗四国の言語を公用語として使用する場合と、最も使用するものの数が多い部族の言語を公用語としている場合がある。非植民側の言語には、 文字がないことも多く、アルファベットの発音を当てて、アルファベット表記することが多い。ケニアでは、スワヒリ語と英語、フィリピンでは、タガログ語を基本とするフィリピン語と英語が公用語になっており、これらはそれぞれ義務教育によって、全国で教育されている。また、これらの国には、非常に多くの地方言語が存在することから、地方の言語、多数部族言語の公用語、 旧宗主国言語の公用語と合わせると多くの少数民族は三つの言語を使用することになる。ただし、公用語化されない地方の言語には文字がないことが多く、公用語の普及とともにそのほとんどが消滅していく傾向にある。欧州連合では九百五十八年四月十五日に採択された欧州経済共同体理事会規則ナンバーワンの第一条において、 欧州連合の公用語を定めている。この規則は幾度も改正されており、2013年7月1日以降、欧州連合の公用語となっているのはブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシア語、ハンガリー語、アイルランド語、イタリア語、ラトビア語、リトアニア語、マルタ語、ポーランド語、 ポルトガル語、ルーマニア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語の計24の言語である。原則として、各加盟国の公用語を、欧州連合の公用語としているが、ルクセンブルクの公用語の一つである、ルクセンブルク語とキプロスの公用語の一つである、トルコ語は含まれていない。すべての欧州連合の公式文書は、 この24の公用語に翻訳されている。ただし、アイルランド語については、特例に基づき、一部のみ提供されている。具体的には、EU 官報で使用立法、及び国際条約の一部のみである。なお、イギリスが EU を離脱しても、英語は、アイルランドとマルタの公用語の一つであるため、EU 公用語にとどまる。また、加盟国が増えると、公用語も増えることがある。 欧州連合は加盟国の拡大を目指しているものの、それに伴う公用語の増大により相う翻訳作業は、急数的に増大し、微妙な翻訳表現の違いも問題化している。複数の公用語を定める場合には、どちらか一方の言語のみを使用するものに不利益を与えてはならないため、役所をはじめ、通訳、翻訳及び兵器の必要性が生じ、また、 複数言語に精通した役人を置くなど多大なコストがかかる。公用語に指定された言語には決まった表記法が存在し、会話言語のような方言的語尾がない。そのためその域内は標準となる言語で統一され情報が末端まで正確に伝わることになる。このことは情報伝達の手段としては大変有効であるが、一方で公用語に指定されない少数話者の言語が、 人意的に消滅することとなる。ありがとうございます。